你再这个呢，拜拜，晚上。お前の心今日も寝かすダイヤモンドな回れビル見ながら どうも皆さん、バツイチ39歳独身、人生積んでるなにわの姫ロックです。いつもありがとうございます。いや、雨がすごいですね。ずっと雨ですよ。今日も朝方からも土砂降りで、まあ、現在時刻は10時過ぎなんですけども、それでもこんなに降っててね、ほんと大変ですね。地球の上の神様が私たち人類に対して怒りをあらわにしていると、まあ、そういったところでしょうか。リスクアップ1ヶ月生活も21段かなですから、まあそろそろもうフィニッシュに向かっているんですけれども、なんとかプラスをキープしてますので、1ヶ月花火シリーズの時のように、まあ、やっぱ5000枚オーバーを目指して今日も頑張っていきたいと思います。ちょっとね、梅雨の時期でこう腰がだるかったり全身だるかったりね、なかなか体調がこう芳しくないんですけども、今日も全力で張り切って頑張っていきますんで、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。それでは行ってきまーす。Yeah.
Right.
お疲れ様でした。なんとか勝てました。いやー、最近調子いいですね。不思議なくらいに。ビッグが軽いんで、まあ今日はもうこれといった見せ場もなかったですけども、まあいいタイミングでね、ハマらずに同色ビッグが引けたっていうのが一番の勝因かなと思います。ただね、今日、約5日ぶり、いつぶり ?6 日ぶりにディスクアップ打ったんですけど、やっぱり朝一が、ビタ押し全然できなかったですね。まあ、ちょっとぼーっとしてたっていうのもあるんですけど。まあ、ビタ押しさえきっちり決めれたら、やっぱりね、上乗せもだいぶ乗る場合もありますし、やっぱり甘いんかなと、改めてなんか感じることができてますね、最近は。まあ、いつね、魔界モード突入して下振れするかわからないツンデレ台なんで、まあ、その時はもう、引き際をしっかりと見定めて、逃げるという形でなんとか5000枚プラスを目標にやっていきたいと思います。そろそろディスクアップ生活も終わりを迎えるんですけれども、次回の企画がどんなんがいいかなって今考えてまして、まあ1ヶ月何々生活、これを売ってほしいっていうのがもしあれば皆さんご意見ください。それとツレスロというかね、地方に行って皆さんと交流しながら打とうということも考えてるんですけれども、いかんせんその地方のどのホールが撮影、まあ、撮影って言ってもスマホで撮影なんですけど、それが OK できるかどうかっていうのも当然現地人じゃないんでわからないんで、ね、その辺もしうちのところ行けるよっていうのがあればぜひとも、コメント欄の方によろしくお願いします。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。いつもありがとうございまーす。お疲れでーす。よろしくお願いします。